ははいこんにちはパーカーションの高見です。この動画ではコンガのスラップ。この音がうまくならない、鳴らせない場合の対処法というテーマで話していきます。さまざまな音色が出せるのがコンガの魅力だと思うんですけれども、初心者の方はね、特にこのスラップの音が難しい、鳴らせないという方が多いんじゃないかなと思います。ただね、実はこのスラップという音は、コンガのいろいろな音、 いろいろ出せる音色の中でも比較的簡単な方難易度としては低い奏法なんですね。なのでこの音が出せないという場合にはですねもう明確にやり方が間違っているかご自身の中で何か勘違いをしている思い違いをしちゃって叩いているか使っている楽器特にヘッドの状態が悪かったりチューニングが悪い場合っていうのがですねほとんどだと思います。 なので今回ですね、このよくある間違いっていうか、こうすると鳴らなくなっちゃうよっていうのを紹介して、その対処法、解決策っていうのを解説していきますので、スラップうまくならないなという方は、ぜひ見て参考にしてみてください。はい。ではまずスラップの鳴らし方から確認しましょう。手をブラブラブラっと柔らかい状態にして、軽く親指だけを広げます。はい。こんな感じです。で手が当たる位置なんですけれども、 手のひら軽くこう折り曲げるとしわができますよね。このしわの位置がこのコンガの縁に重なるいです。ここと各指四本4の指先です。特に指紋の中心のあたりがそこよりもやや上のあたりです。はいシールを貼りました。 スラにプの時に,コンガに当たるこんに触れるのはこの12345箇所だけです。それ以外は触れません。でこの手のしわの部分がこんの上の縁で各指の指先がだ面んじ面の上ですね。でこの5箇所がすべて同時に同時です。同時に当たりさえすればこういう明るいパッパッパという。 乾いたサウンドを得るこことががでできますすれがスラップですただある程度コンガが叩けるようになってくると実は今やったこの場所以外でもはい実はねこの画面上であればどこでもスラップって鳴らせるんですよさらに言うとこの手が当たる位置今5箇所がこう当たりますよっていう説明をしたと思うんですけれどもそれ以外でも実は鳴らせます例えばこの小指の付けね 付け根あたりをですねこうチョップするみたいにしてこんな感じで鳴らすこともできますし指の中でも特に中指薬指小指の3本指でこうやって叩く方もいらっしゃいますし指全部こう揃ろえてですねくの字にしてはいこういう感じで叩く方もいらっしゃいますということは結局ね まあどう叩いてもいいんですよ。どうやっても鳴らせるっていう点で、スラップは簡単なんですね。だ選択肢がありすぎるとね、初心者の方は、どうやって叩けばいいんじゃと、迷ってしまうと思いますので、僕はですね、最初に説明したこの5箇所が同時にこの位置で当たる。この方法で習得するのをお勧めします。なぜかというと、これが一番簡単で、特にこう力を入れる必要がない。力に頼らなくていいし、今回以外の他のパーカッションをやるときにもですね、この 叩き方っていうのは応用が効く汎用性の高いスラップだからなんですねなのでまずはこれを習得してこれで鳴らせるようになってからまあゆくゆくはですね自分の好みの手の形フォームとか好みの音にアレンジしていけばいいかなと思っておりますはいではここからは初心者の方が陥りがちなスラップが鳴らないパターンっていうのをいくつか例を挙げてその対処法を見ていきましょうまず一番多いのはですねこの手とか腕とか 体に力が入りすぎちゃってるっていうパターンですね。こんな感じです。はい、ドラッドラッドラッドラってこうもう全力で鳴らしたろうっていう感じで言ってるパターンですね。こう力が入っている状態、つまりこの体がですねこう硬直している状態だと、やっぱこのね太鼓の音も鈍い音っていうか低い音の成分が混じりやすくなってしまいます。 あとはこうおりゃってこういいよく行ってしまうと手のどこか一部分だけがやたら集中して当たってしまったり自分でもねこの手のどの部分が今当たったのかっていうのを認識できないんですねさらに自分の体が硬いとこの当たった反動を自分がもらってしまうので、まあ、シンプルにね痛いですはい、はい普段からこの手が痛い痛いと言ってる方に朗報なんですけれどもちゃんとしたやり方でやればこれ全く痛くやりませんから 本当に。強がりとかじゃなくて、本当に。はい。で、覚えておいてほしいんですけれども、もうこの力はいらない。力入れません。抜いてください。ダラーンと。はい。で、抜いてくださいって言ってですね、抜ける人、本当に少ないんですよ。なので、ちょっとコツをお教えしますと、ご自身でですね、この手を、優しく優しくこう、さすってください。手だったり指をですね、さわさわさわと。そよそよそよと、優しく。 さするでさすりながら息を吸って吐いて吸って吐いてはいいかがですか結構リラックスできたんじゃないですかはいじゃそのままですそのままで親指だけ少し広げる親指だけね広げますと。 親指が当たっちゃうとめちゃくちゃ痛いんで親指だけ広げますと、はい。で、このままですね、このゆるい状態のまま、このポジションに手を当てます。親指だけは画面上から外します。で、このシワの位置が縁に重なるように置いて、各指の先端が画面に当たるようにする。はい。このポジションに置きます。手はまだゆるいままさっきと同じです。 いきなりこう大きな振り幅ストロークで振ってしまうと体がねこわばってしまいますんでまずは小さいところから始めましょう、まあ本当に2センチとか3センチぐらいでちょん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 と弾ませるようにするでこの小さな振り幅の時にもこの5箇所が毎回 同時にに当たるるようにするどこか1箇所だけが極端に当たっていたりせずにこの5箇所が均等に同時に当たるのを確認してくださいはいちょん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 と5箇所が当たってる当たってる確認しながらちょっとずつちょっとずつ振り幅を上げていくとはいできたはいこれで完成です はい、次はこのスラップするときに手が当たる速さスピードが遅すぎる場合ですちょっとやってみますけどはいこんな感じですこの5箇所がちゃんと同時に当たっているのにもかかわらずこの当たるダメに当たるスピードが遅いとですね やっぱちょっとベタっとしてしまうというか低い成分の音が強くなってしまいますのである程度速さを与えてあげないとこのパッっていう明るい音は出にくいですなのでこうえ「えいえい」とゆっくりやっている方はですねこのままちょっと上げた状態から腕をこうフッとおっことすって考えてみてください これぐらいの高さでもですね、この腕をふっと、息をふっと吐きながら落下させると、腕って結構重いんでですね、この距離でもかなりのスピードが出せるはずです。こうふっと落っことすと。 でこの距離でまだちょっとスピードが遅くてこの音が鈍いなという方はもう少し振り幅を与えてあげてスピードを得れるようにしましょうはい次です今度は逆に当たるスピードが速すぎるっていう場合ですちょっとやってみますはいこんな感じですねさっきの力入れて「エイエイっていう感じに通ずるところが ありますけれどもこれも早ければいいっていうもんでもないんですねで初心者の方の場合はですね多くはこう早くえいって振ってしまうとこの自分の今手のどの部分が当たったのかっていうのを認識確認することができないとこれでスラップがならなかったらこれ改善する余地がないっていうか改善方法ないんですねなので自分でしっかりと手のどの部分が当たったのかっていうのを1回1回確認することが重要です かつですねこうスピードつけすぎるとダララララと余計にバウンドしてしまう余計な音がなってしまってこう綺麗に一発ですねパッとスカッという音が出ませんのでそんなにこうですねスピード出す必要ありませんのでまあゆっくりすぎてもならないんですけれども軽くこうね持ち上げて落っことす持ち上げて落っことすくらいでもう十分でございますので。 こってこう全力はいりません。楽に持ち上げて落とすって感じでやってみてください。はい次です。この4本指を同時に当てたいんだけれども同時にうまく当てられないとダラッダラッダラと時間差で当たってしまうという場合ですね。これはある程度慣れと練習が必要になります。コンガでなくていいので。 自分の手ですね。手のこの指と指をぴったり重ねて少し離してピタ。離してピタ。離してピタ。っていうのを繰り返しですねもう日常生活で思い出した時にやってみてください。離して各指の指紋と指紋がぴったりと 重なるるようにくっつけ離してピタ離してピタ離してピタはいこれをですね繰り返しやって毎回こうずれたり変なタイミングで当たったりせずに毎回ピタピタッピタっとくっつけられるようになりましたらもう楽器でやったらすぐですねこのスラップ出せるようになってると思いますのでぜひやってみてください。 はい次です。次は指の力に頼って指で鳴らそうとしている場合あるいはこの握る力握力を使ってえいえいと掴む感じで鳴らそうとしている場合ですでこうやってる方はですね総じて手が痛いとか指が痛いとおっしゃってることが多いですで本当に先の将来将来的にこのアタックが強い 立ち上がりの強いパンチの効いたスラップ音が出したいといった場合にですね、本当にこのヒットのタイミングで軽くうっうっ、うってこう、握る握力を使うことは実際にあるんですけれども、これはね、もう本当に先の話です。本当に先の話で、かつこの音色の最終調整役っていう感じなので、この、 力を抜いた状態、ゆるゆるの状態で、このパッていう音が出せないうちから、これを使わない方がいいと思います。最初にこうね、こう、握る力っていうか、力を入れるやり方を覚えてしまうと、もう抜くことができなくなっちゃうんですね。で、抜きたいとき、脱力してやりたいときに、その力を使う癖をですね、直すのにめちゃくちゃ時間がかかってしまう。もうこれは単純に、シンプルに悪い癖になってしまいますので、まずは、 力を入れない、使わないやり方を覚えていただくといいかなと思います。はい、次です。次は特に注意していただきたいんですけれども、手首を使って鳴らそうとする場合、こうですね。つまり、こうやって、こうするってこと。まあ、これ、実際にですね、鳴ってしまうから、やってしまいがちなんですけれども、まずね、そもそも、人間ってこう、手首を使おうってこう意識した瞬間に、もうこの辺全部硬くなるですね。 なのでまずこの手首を使おうっていう意識すらやめた方がいい手首を使うっていう選択肢を捨てた方がいいですはい、手首は使いませんふる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 とゆるゆるゆると脱力した状態抜いた状態にして手首から振るのではなくて腕から振ってください 適度に抜けていると腕を振れば勝手にこう手首揺れますよねしなやかにしなる状態にするとこの状態で振れば手首をわざわざぐって上げなくても腕を振れば勝手にこうそってしなる形でヒットすることができますこれ手首だけを使うのと同じ高さから 同じエネルギーまあ正確に言うとこっちの方が強いエネルギーで鳴らすことができますのでこうする必要ないっていことなんですね。でこれがですね昔のコンガ奏者コンガプレイヤーっていうのは結構ねこの手首を使ったプレイをしてるっていうのは事実なんですよ。結構年代がえ上の方はねこういう方を見たことがあるという方が多いのではないかなと思います。 で世界一のコンガ奏者として名高いジョバンニ・イダルゴ氏がですね、僕も大変大好きなんですけれども、教則ビデオでね、こういう手首の筋トレみたいなエクササイズをやってたんですね。なんで、それを見た世界中のコンガ奏者たちが、あみんなそうやるんだと思って、こうやっちゃったんですよね。で、僕自身もね、実際これやってたんですよ。やってたんですけども、今これもう明確にこう手首を痛める、故障するっていうことが分かっております。まあ、いわゆる昭和のですね、スポコン的な。 あの鍛え方なんんでこれはね本当におすすめしません僕はね両腕腱鞘炎になりましたこれではいなので、えー、っとこの手首を使いたいという方ね、まあ、手首を適度に鍛えるのはいいことなんですけれども基本的には腕から振って手首はしならせるしならせて叩けばこの筋肉を消耗することなくならすことできますのでこちらの方がおすすめですはいいよいよ最後です 今まで紹介してきたスラップが鳴らないパターンっていうのをすべて改善して脱力した状態、緩い状態で落っことしてこの5箇所が同時に当たっているのにこのパッっていう明るい音が出せない、出ない場合はですね、もうこれはもう楽器の方に問題がある可能性が高いです。具体的に言うとこのヘッドの状態ですね。まずこのヘッドが古すぎる場合ですとか、 どこか1箇所極端に伸びていたり縮んでいたり不均一に貼られていない場合はやっぱりですねこの綺麗なパッていう音を得るのがちょっと難しい場合が多いですさらにチューニングなんですけれどもやっぱりこう各ラグがだいたい同じぐらいの音程になっていることが理想的で今ちょっとこれは揃ってるんですけども試しにめちゃくちゃ1箇所だけ 緩めるっていうあえて不均一な状態を作ってみますけどもこれでやってみるとはいやっぱちょっとこうボソボソっと鈍い感じの音が鳴ってしまうのでスラップの音が出しづらいですなので革の状態あとチューニングの状態っていうのを見直して均一に 貼らられててているっっうのを確認してからやった方がですね圧倒的にその練習時間も短縮できますし上達するスピードも速くられてましたよね均等に貼れればスパッと出すことができますのでチューニングを見直すということをやってみてくださいはいというわけで今回は今後ののスラップが鳴らない場合の対処法でした総括するとスラップが鳴らないあるいは手が痛い指が痛いっていう場合のほとんどはねもう力が入りすぎです で力が入った状態で練習してしまう。何時間練習してもですね、その練習時間、無駄になってしまう可能性が高いです。なので、まずは自分の体をほぐす、緩める、しなやかな状態を作るっていうところから始めてみてください。で、詳しくはですね、パーカッションがうまくなりたい初心者が一番最初にやるべきことという動画で解説しておりますので、まだ見てない方はそちらも必ずチェックしてみてください。 はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップもやっておりますので引き続きよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。